JR 四国八千系電車。八千系電車。八千系電車は、四国旅客鉄道、JR 四国の直流特急系電車。1992年、平成4年3月、予算線関音寺駅新浜駅間が、直流電化されたのをきっかけに、半室グリーン車が1号車となる試作車、8001プラス8101プラス8201が登場し、 同年8月に臨時列車として岡山駅新居浜駅間特急、潮風、高松駅新居浜駅間特急、石槌として営業運転を開始した。翌1993年、平成5年3月18日改正で新居浜伊予法上間の電化、これに伴う高松駅吉駅間の電化完成に合わせて量産車が登場し、 潮風の大半と、石津全前列車を本系列に置き、本格的な営業運転を開始した。試作者8001は L1 編成に組み込まれ、8101プラス8201は、編成を逆にして、S1 編成、8201プラス8101プラス8501となった。これにより、従来運用されていた、キハ181系や、 企画185系と比べ、始発駅と終着駅との所要時間が、最速列車同士の比較で20分短縮された。車両は、日立製作所、日本車両製造で開発、製造されている。1993年当時は、半出グリーン車が1号車の5両編成5本と4両、編成1本、共に L 編成に、付属編成となる3両編成。 S 編成5本で5両、4両プラス3両、5両プラス3両とバリエーションに富んだ編成になっていたが、1997年、平成9年11月29日のダイヤ改正からは、他客時を除く昼間の電車特急はすべて、多戸津駅、分割併合作業場所変更により現在は大半の列車が、宇多津駅松山駅間において、 潮風と石槌を連結した8両編成で運転することになり、車両編成を全部共通にして運用を組みやすくするために4両だった L2 編成に挿入するための1両を8300系と3両編成1本 S6 編成の計4両が追加新造されている。百九十八年平成十年三月十四日のダイヤ改正からは、 岡山方面の所要時間短縮のため、宇多津駅構内のデルタ線を利用して、編成ごと向きを転換し、半出グリーン車が8号車になっていた。2014年、平成26年3月15日のダイヤ改正で、再度方向転換が行われ、半出グリーン車が1号車となっている。これは、グリーン車を2000系機動車と同じ、下り側に統一することで、 利便性を向上させるためである。さらに、クリステル・チアリによる、英語自動放送も追加された。主回路には、VVVF インバータ制御、G 等素子が採用されている。試作車は、電動車、M2 両の8個のモーターを一括制御する方式、1C8M だが、量産車は、M 車を少なくして、モーターの出力を上げ、各モーターを個別制御する方式。 1C1M に変更された。JR 四国では2000系機動車に続き制御付け振り子装置が採用された。振り子機構は試作車は2000系機動車より曲線での速度向上を狙い曲線ベリングガイド式を用いたが、量産車は2000系機動車で実績のある、コロ式に変更された。新車用時の車体最大傾斜角は2000系、機動車と同じ5度で、曲線半径600メートルで、 音速時速 30km での時速 130km 運を可能とした。車体の傾斜によってパンタグラフが架線から離線するのを防ぐため、車体側部を通して台車とパンタグラフ台座の間をワイヤーで結び、常にパンタグラフが真上を向く架線追従装置が装備されている。このワイヤーは当初ビニール被膜付けだったが、この被膜にワイヤーが引っかかって、 火線追従装置が機能しなくなるトラブルがあっため、飛膜がないものに交換された。そのパンタグラフは、電動車の8150系、8200型に、加え制御車の8000系、8500型にも備えられている、2010年に8500型は撤去。これについては口実。なお、宇野線、本守備3線では振り子を使用しない。空調装置は2000系機動車では、 熱交換器が屋根状に搭載されていたが、車両の低重心化を図るために床下搭載とされた。屋根状には、ガーランド型ベンチレーター、通風機に似たカバーが付いている換気装置が8000、型と試作車の8101と8201は2カ所、それ以外は3カ所設置されている。設計最高速度を時速160キロメートルとした試作車は、 レールブレーキを装備して、古才線や予算線での高速走行実験が実施され、時速 150km からは 600m 以内で、急停止できることが確認された。しかし、結局時速 150km での営業運転は行われず、量産車ではレールブレーキは採用されなかった。試作車のレールブレーキも量産車の営業運転開始までに撤去された。 予算線での高速走行実験では時速 160km を達成したとされ、8001の運転室側面にスピードレコード時速 160km のステッカーがしばらくの間重付されていた。なお、正確には時速 158.9km とされている。全車両ともデッキは車端部に2箇所設置され、客用扉はプラグドアである。 座席の前後間隔は、クリーン車は 1170mm、普通車は 980mm としている。車内の仕切り扉の機構は、電気式で、連結器は密着連結器電気連結器、自動放送装置は、音声合成式で、LED 式車内案内表示装置も備えるなど、これらは2000系を踏襲したものである。なお、速度が、 時速 5km を超えると客用扉を開放した状態で動き出しても自動的にドアが閉まるようになっている。5両編成の L 編成6本30両と3両編成の S 編成6本18両の K48 両が松山運転所に配置されている。8000系及び8500型が流線型戦闘車、8400系及び8200型が 連結運転に対応した貫通型戦闘車で出る。行き先表示器、トイレと洗面所は、8000系、8150系、8400系、8200系、8500型に設置されている。8400型のみ、心臓時から車椅子対応座席が設置されている。関係で小便所もあり洋式トイレだったが、後述するリニューアルの際に8000系、8500型も、 洋式トイレに変更された。8000系、8500型には、車内販売準備スペースと、テレホンカード専用公衆電話が設置されたが、車内販売の廃止と携帯電話の普及でいずれも、撤去され、清涼飲料水の自動販売機が、元車販準備スペースに設置された。S 編成では、後に8500系のパンタグラフを撤去し、 8300型を編成から外した状態での運行を可能にするなどの改造が実施されている。このため S 編成が充当される石槌の一部列車は2010年平成22年3月13日から8往復2012年平成22年3月17日から2往復が順次減車され2両編成での運行が実施されていた卓客時は従来通り3両で 運転が2018年3月改正からは全列車3両編成で運転されている。試作者である S1 編成はユニット構成の関係から改造が実施できず、現車運用は行われていない。その S1 編成は2018年3月31日付で廃車された。潮風運用から撤退する2000系機動車に代わり、2016年3月26日より、 一編成8両が新たにアンパンマンの内外装となり、アンパンマン列車、俗に言うアンパンマン電車として点を開始した。改装されたのは L3 編成と S3 編成で、1号車8003の普通席はアンパンマンシートとなっている。それ以外の車両も1号車のグリーン室を除いて、天井に外観と同じデザインが施されている。2017年。 平成29年3月より台湾鉄路管理局大鉄との姉妹協定1周年記念で本形式の S6 編成に台湾鉄路管理局 EMU800 型電車の塗装を交換したラッピング列車の運行を開始。同年6月からは大鉄側も EMU800 型に本形式仕様のラッピング列車を運行している。2004年平成16年10月から 大幅なリニューアル工事を施した車両を順次投入している。重当列車には大型時刻表などにリニューアル車両で運転と記載されていたが、交通新聞社発行の JR 時刻表では5両編成のものしか表示がなかった。2006年平成18年11月に全車両のリニューアル工事が完了し、時刻表などのリニューアル車両で運転の記載もくなっている。 工事内容は、グリーン車、普通車指定席のみであるが、S シートと呼ばれるより、上質な何年木材製座席への取り替え、パソコンテーブルや車両の最前部のみであるが、コンセントの設置、S 編成は、全車両禁煙化により喫煙室を一箇所設置、2011年3月、廃止などである。なお、この工事は、グリーン車、普通車指定席とも、 背面テーブルなど一部部品を共通化させ、コスト削減を図った。また、車体のドア周りの塗装を普通車指定席は、オレンジ、グリーン車は赤のグラデーションとした。内装は、従来のままで据え置かれた普通車自由席も、ドア周りに紺のグラデーション塗装を施し、外から視覚的に座席種別が分かりやすいように手が加えられた。このリニューアル工事を施行した編成は、 2005年、平成17年度の財団法人日本産業デザイン振興会、グッドデザイン賞を受賞した。このリニューアル編成は2004年12月18日に、大阪駅で展示会を開催するために、臨時団体専用列車として、山陽本線、東海道本線を経由して、京都駅まで入線したことがある。 この時に取り外された座席の一部は2006年の室戸増発に伴い普通列車仕様に改造されていたキハ185系3000万台2両を原仕様に戻す際に転用された配置が L 編成6本 S 編成5本に対して運用はそれぞれ5本4本なので運用中に故障やダイヤの乱れが発生しかつ残り各1編成が 検査や故障などで使えない場合は、列車運休や予備車用、主に、田戸駅高松駅間における2000系や、キハ185系に編成を変更することがある。他系列での運用は最高速度が本系列よりも、低い2000系は時速 120km、キハ185系は時速 110km ため、遅延は避けられない。 潮風と石槌の並結列車は、卓脚機は一部列車を除く、全編成が岡山駅発着の潮風になり、石槌は高松駅、宇多津駅、田戸津駅間のみの分離運転になる。この一部列車にも S 編成が使用される。また1998年には南風と四万との並結列車が卓脚機に四万と編成を分割せずに、岡山へ直通した時に、 多ドツ駅高松駅間にダイソー列車として平行ダイヤを組むシマントが運転されたが、この一部列車にも S 編成が使用された。2018年3月17日現在、以下の列車で運用されている。オーストラリア・クイーンズランド州で運行する長距離列車であるティルトトレイン、チルトトレインのうち、電格間で使用されている電車は8000系をもとに設計が行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。